見交換ができたと思っております。と同時にですね、特定秘密法案についてもですね、県民の皆さんはじめ、今日参考人に置いていただきましたけれども、中身についても非常に理解を深めていただいたのではないかと思っております。また、従来通りこれまで議論をしてきた中で論点が整理されつつありますけれども、本日の議論の中でも論点が整理された中で行われたと思っております。これからもその参考に、あるいはまた地方公聴会の意見を踏まえて、党委員会で与野党の間でしっかりと議論をし、まとめていきたいと委員長としてはそう思っております。皆さん方からご意見あるいはご質問があればいただきたいと思います。はい、2点質問がありますが、朝日新聞の本田と申します。どなたに質問ですか？委員長すいません。まず1点目はですね、今日意見陳述の方7人にお伺いしますとですね、ほとんど多くが法案に反対か批判的か慎重なご意見だったと思うんですけれども、理解を議論で理解を深められたとおっしゃいましたけれども、その点についてどのようなご賛成を持ちかけることが1点目と、2点目は運営の仕方なんですけれども、ここで1回きりしかですね、地方公聴会開かれないおつもりなのか、それから傍聴席も非常に閑散として20席近くが開会の時点で空いていて、そして外には全部その政党の議員から会派ごとにしか配られていました。入れる50席のうちの半分近く空いていてですね、一般の傍聴に開かれていない、こういう運営の仕方にやっぱり批判や抗議もありましたが、冒頭は一人の市民の方が委員長に直接声をかけました。どのようにお考えですか？まずですね、私は今度のこの地方公聴会の陳述人の皆さん方のご意見は、福島原発の訴えとね、これまでの経緯と絡めて、特定秘密法案についての、意見を述べた、そういう印象を受けました。したがって、災害における原発災害における情報の公開とですね、国家や国民の生命財産を守るための特定秘密を我々が国会の中で議論をしていくこととですね、若干その混同されていたところがあったのがですね、今度の地方公聴会のお互いの各党との意見交換の中でだいぶ整理されたのではないのかという感じがしましたので、先ほどのような意見を申し上げさせていただいたわけであります。それから傍聴人がおられたのでぜひという話も聞きましたけれども、これはですね、もちろん最初からオープンでございましてね、各会派にですね傍聴人をに呼びかけております。そういう中で今度の傍聴会を公聴会を開かせていただいたのですから、最初のそういう原則に基づいてですね、粛々と開かせていただいたということで、我々がその多くの人の意見を遮断したわけではない、皆さんを通してまたオープンになっていくこともできることでございますから、そこはぜひご理解をいただければありがたいと思います。知らなかった人、知らなかった人、おっしゃってました。中川さん、まだ今の関連でね、関連で違う方が、私はまだ今ちょっと誤解があるから、中川さん、私は憲法調査会の時から、2000年の憲法調査会からずっとご存知だと思います。取材してるんですけれども、憲法調査会などはですね、一般傍聴に意見陳述にも一般公募枠がありましたし、立ち見席まで認めて入れております。だから一般傍聴も公募でやっております。だからこれ事務局に聞きますと、理事会の決定次第だというのは理事会で決めておられると思うんですね。だからもっと本当に公聴会ということで、地方公聴会ということで国民の意見を聞こうとするなら、もっと憲法調査会のようなですね、方式を取れた、憲法審査会のような方式を取れたと思うんですが、いかがでしょうか？
まあ、我々は参考人聴取もですね、これはジャーナリストも含めてですね、多くの専門的な知識を持たれた方々の意見も聴取し、そしてまた与野党の間で地方公聴会を開くということで、本日の公聴会を開かせていただいたわけでありまして、これも与野党の間できちっとどういうやり方で持ち方でするのか、陳述人はどういうふうに選定するのか、きっと話し合いの中で本日の公聴会が開かれたわけでございまして、意図的にどうしようああしようなんていうのは全くありません。オープンな形で開かせていただいた。憲法調査会のような方法は取れなかった。そういう、まあ言ってみれば従来のような委員会のね、設定の仕方でやらせていただいたというふうになります。持ち方は与野党で話し合いまして、まあ、与党からは2名、で野党からは5名と、まあ、いうことで極力まあ、反対の方の比率を増やしてですね、そういうことで与党は2名、野党は5名、各党推薦1名ずつと、まあ、いうように考えたわけです。すみません、共同通信の福田と申します。中谷先生と申します。それぞれお答えいただきたいんですけど、今日その原発についてはですね、その切り口によってはその、まあ、テロ活動防止であるとかそういう切り口によってはやっぱり特定秘密になってしまうという懸念が表明されましたけれど、それぞれちょっと受け止めをお願いします。はい、非常に原発施設というのは極めて危険な施設だという認識はあると思いますけれども、やはりそのテロ活動に対する警備という面においては、やはりその警備上の情報というのはこれはしっかりとですね、こちらの体制が漏れることになりますので、これは保持しなければならない情報の一つではないかと、まあ、ただし時の状況によってそれは判断されるわけであります。まあ、しかし話の中でスピーディーについてはですね、これは特定秘密に当たらないと、また原発の個々の技術的な情報もこれは当たらないと、これは質疑を通じてですね、大臣が答弁をし、これは明らかになったことでありますので、まあ、当初ご意見としてはご懸念やご心配の意見もありましたけれども、これは明確に当たらないということが明らかになりましたので、まあ、この辺はこちらへ参ってですね、お話をさせていただいてよかったのかなというふうに思います。はい、今日の意見を陳述された皆さんはあまり党派性はなかったと思います。福島県民を代表して心の底から意見を言われたと私は受け止めさせていただいております。特に電力会社あるいは行政に対するその福島県民の皆さんの、その事故前からそして事故後のその不信感というのがまだ払拭できていないのかなと、今日は皆さんの意見を伺いながら感じたところです。ですからこの秘密特定秘密の保護法案についても今日の意見を述べられた方の意見を伺いながら、福島県の皆さんのその気持ちがあるいはご納得することができることというのが非常に大切であると考えた次第です。どうぞ。フリーの横手はじめですけども、7人全員が反対で、そちらどなたに質問ですか。委員長に。7人全員が反対で、佐藤さんがおっしゃるように明日、採決したらですね、通過儀礼アリバイ作りじゃないかという声を聞いたんですが、明日採決することはないのかということと、何時間ぐらい審議しないといけないとお感じになったのかお聞かせください。もう定かには覚えて、まあ、中谷筆頭に来てもらったんです。もうすでに審議時間は40数時間なさっております。だから我々はこれは与野党ともともですね、この問題については真摯に受け止めて、やっぱり、世界の中の日本あるいは日本の中で国家と国民の安全を保っていくために
今まで通りでいいのかどうか、問題はどこにあるのか、そういう中で僕は熱心に議論を重ねてきていると思っております。だから本日地方の意見も聞かせていただいたわけであります。で、今後のこの委員会の運営の仕方についてはですね、これはちゃんと与野党の理事さんもおられるわけでございますから、私が独断でこうしますとかいうことではないのであって、よく相談しながらですね、これからの運営を考えています。中谷先生にお伺いしたいんですが、明日採決することはないと、今日の意見を反映する、審議してする場がないと、福島県は今日のことは機敏になるという指摘もあったんですが、そういうことでよろしいですか。はい、あえて福島に参りました。で、自民党もあえてスピーディーの事故がありました、浪江町の馬場町長さんにお願いをいたしまして、まあ、率直にご意見を伺いましたが、まあ、こちら側からも説明する機会を、まあ、いただきまして、ご指摘のような情報の出し方においては、まあ、真にはやはり危機管理、情報の出し方、そしてはまあ情報の公開なんですが、今回の特定秘密法案につきましては、いずれもその原発の警備に関しては関わりますけれども、原子力に関連するものは入らないということをお話をしますと、ある程度理解を得たんじゃないかと。また弁護士の皆様方のご発言においても、法案においては通常の取材活動ですね、これは合法的なものや不当なもの以外は法律に関する限りは認められるとはっきり法案で書いておりまして、そういう点も説明をさせていただきましたけれども、ある程度その国会でこう審議をされている内容がですね、メディアというのはお伝えする役割なんですけれども、十分こう真意が伝わってないなという気がいたしますが、今日ここでご議論された中ではですね、そういうことがお伝えすることができてですね、また我々がもう聞きましても、ご不明な点や心配な点は今回の法律改正でですね、ある程度これは担保されているものだなという認識を持った人です。明日1日で十分という認識ですか。もう聞いたんで、はい、明日1日で十分だと。今日は今与野党で協議をしておりますけど、決まったことは本日の夕刻にですね、修正案の国会提出をするというところまでしか決まっておりません。で、明日の日程とか採決につきましては、その後与野党で議論をするということです。今これから東京に帰って委員会もありますので、あと2問だけ、はいはい、お願いいたします。はい、お願いいたします。中谷先生と額賀先生にお伺いいたします。先ほどの額賀先生は意見の見解の違いが整理できているのではないかとおっしゃってましたが、今ですね、浪江町長に今ぶら下がり話聞いてきたんですが、今日先生たちは自分たちの言ってることが、つまり地元分の言ってることを表情を見る限りでは全然理解できてないんじゃないかとおっしゃってました。それとやっぱり拙速すぎると、もっと時間かけてやった方がいいんじゃないかと、でもう範囲が広すぎるとで、いうことです。いかがおか。すいません、私フリーの記者の田中と申します。私が言ったのはですね、例えば情報とですね、一般情報とか情報って様々あるじゃないですか。で、特定秘密っていうのはですね、非常に限定された中で、国が関与して決めていくと、それは国家と国民の生命財産を守ることであると。その時に情報と特定秘密っていうもののですね、認識がですね、なんか混同されていて、それがですね、やり取りの中でだいぶ整理されて理解が深まったのではないのかなということが一つです。それからこれは私の委員長としてこれまでのですね、議論を聞いていた中で簡潔に言うとですね、この法律はその犯人探しのための法律ではないんですよね。だから情報管理のための法律なんですね。だからそれは国を守るための情報管理というふうな意識をしておりまして、だんだんとそういう各党もですね、こういう特定秘密は必要だと、しかしちゃんと情報公開法だとか公文書管理法だとか、そういう法律に基づいてできるだけ公開してねと、そういう、接点を探るですね、意見交換をしているという意味でですよ、それで認識が深まったのではないのかと
あの、そういう話になります。はい、とはいえですね、あのある参議院議員の質問収集に対して返ってきた答えの文書を見ますと、政府の文書を見ますとですね、もうありとあらゆる役所に及んで、あの行政機関に及んで、しかもそれが自己増殖できるようになっているんです。もう4分野とか全然関係ないんですね。でやっぱりそれを波打ち長も危惧しているわけですよ。いやだからそれは先ほど言ったように、特定秘密というのはそういうその膨大ないろんな段階があるじゃないですか、はい、あの消費だとか航空費だとかですね、そういう中で最も国民と国家の安全を守っていくために必要なものはですね、まあ国家が管理しますよと、特定秘密としてですね、法文で指定をしてですね、そしてまあ国民の皆さん方にも分かりやすくこういうことがありますよということを知らせているわけでありますから、ね、地域活性化とかでもほとんど関係ない。いや地域とは関係ない。地域とはない。あの与党であの政策協議をいたしまして、あのそういった全く必要のないような幹事も確かにございます。まあ、そういうことであの指定する幹事を指定のところは、あの当初あの政令でですね、まず除外をする。で、あのこれで5年間やってですね、一件もこの特定情報がないというところはもう自動的に落ちていくというような修正をまあいたしました。わかりました。で中谷先生、先ほどあの警備だけとずっとおっしゃってますが、うん、で今もこの会議ではずっとおっしゃっておられましたが、あの秘密事項とあの特定できる機関にあの原子力規制委員会というのも入っているんですね。これはもう警備だけじゃないですよ。でこれあの4年後には委員改正できる、あの変えれるわけだから、あの5年経ちますからね。だからそこであの例えば政府の好きなような委員また選んじゃえば、もうスピーディーだって何でも隠せるようにまたなるわけじゃないですか。彼らが特定秘密事項を特定できるわけだから、それは矛盾ありませんか。警備以外にもこれ広がるわけですよ。はい、まあ、この法律の目的は国民の命ですね、はい、それを守ったり、まあ、国の安全というのが目的でありますので、まあ、それ以外 の項目をまず特定秘密で指定するとですね、これは罰せられます。そういうことはできないという建前。それもう一つはあのやっぱり民間の代表である大臣という人がいて、でこの情報公開はどうかなと思うものがあったら、それは大臣の判断で開示もできますし、また総理大臣というあの、まあ、チェックをする機関だと質疑でありましたけど、まあ、あの総理が適切に判断できるものをこの内閣の中においてですね、でそれを観察をしたり監視をしたり、まあ、そういうものも作ろうというようにあの修正を、まあ、してますので、あのこの法律が目的とする以外のですね、あの恣意的な指定がこうできないようにですね、あのしているつもりなんですけど。じゃあもう一人だけ。はい、はい、ぬかみ院長、先ほどおっしゃいましたけれども、その今回、はい、テレビユー福島と申します。あの原発事故に絡めた意見が多かった、ぬかが、うん、私にですか。はい、はい、災害における情報公開ということと混同されているケースも多かった、先ほどおっしゃったんですが、今福島で公聴会を開いたらこういう意見が出るというのはあの、まあ、普通に想像できることだったんですけど、なぜ福島を公聴会に選んだんですか。これは与野党の皆さん方の意見を聞いた上で福島をこう選ばせていただいた。その理由を教えてください。理由はあの与野党で話し合いしました。でまずあの民主党さんがご希望されましたので、その理由をご説明ください。はい、あの今回福島を選んだあの理由というのは、あの県議会でも意見書が出ておりまして、非常にご関心が高いということを考えさせていただきました。額賀委員長、そして長谷議員にもご理解をいただいて、今日の要は地方公聴会ができています。意見陳述人の方についても、本来であれば、与党側が2、野党側が2なんですけども、まあ、今回は額賀委員長の取り計らいで、あの各党派ごとにあの1人ずつの意見陳述人をこう出せるということにしていただいて、あまねくあの幅広い意見を聞こうという、そういう公聴会の立て方をさせていただいているかと思います。関連ですが、大島さんは先ほど、あ、すいません、それ で意見、あの委員の方は福島だけでなくて全国でこういう公聴会を開くべきだとおっしゃっていらっしゃいましたけど、その点についてはどうお考えになるんですか。
まあ、これからの運営についてはこれは与野党の議員さんと相談をして、決めたいと思います。必要性はどう感じていらっしゃいますか。まあ、その点も含めて、まあ、委員会としてはもう3週間近くですねこの法案やってまして、で NSC 法案も入れますともう1ヶ月近くこれに取っかかりをしております。でこの間 NSC 法案でも秘密保護法案のことは審議されましたし、また2回の参考人を行いました。そして、まあ、やっぱり地方の意見ということで代表して一番こういった原発関連のですね事故で、大変な思いをされた福島県というものを選びさせていただいて、まあ、今日伺ったわけでございます。まあ、今後のことについては今日以降ですね与野党で議論はしていきたいと思いますが、まあ、私としては限られた時間の中でですね非常に精力的にこの法案について審議もやってきたし、またいろんな方々のご意見も聞かせていただいたと、まあ、そういう認識です。大島さん、先ほどのコメントにですね、福島の人たちの納得を得られることが大切なことだとおっしゃいましたけど、今日の議論を聞いて福島の方々の納得は得られたというふうに確信を持っておられるでしょうか。それとも少し懸念がありますか。これは行政と行政府と立法府の緊張関係だと思っています。ですから行政に当たられる方が情報公開について積極的な気持ちを持ってらっしゃるかどうかというところが皆さんの気持ちを動かすかなことかなと思ってまして、今日の議論で福島の人々の県民の納得は得られたとお考えですか。大島さんとしてはどうですか。まだ足りないですか。ズバリご感想です。感想としては今日この時点で皆さんのご意見は行政に対するこの不信っていうのが深くあるということを感じさせていただきました。ただ質問とは違うんですけども、まあ、今後の在り方については、まあ、私は、今回は4党での修正合意案もできてますし、今日の委員会でそれが趣旨説明を行われると思います。あるいは我が党も対案を出しておりまして、テロは国際テロに限るというような書きぶりをさせていただいております。ですからやはり修正案を含めて、報道機関を通じて国民の皆さんにあまねく今回の法案の内容について知っていただくことがまず必要だと考えております。ということはもう少し地方公聴会などを開いた方がいいとお考えですか。私の人が中央公聴会を行っておりますけども、まあ、今日皆さんはお伺いした意見というのはそうかなと思いました。はい、ありがとうございました。大丈夫でしょう。